チーム。男子 1600m リレー予選が行われます。予選は8組ございまして、各組2着までと3着以下上位チームチームがその準決勝に進みます。大会記録は京都駅前の3分1秒57です。日本高校記録は成田の3分1秒32です。注目は京都駅前の昨年のメンバーから3人の中に近畿大会では高校駅前第3位の3分18年以降体操高校記録更新を決めています。前回22年分にリレー2冠を達成した今年はリレーには3年目ならかないませんが、その卒業を果たしチーム連覇王座を狙います。王座を追うのは津波高校大会で優勝をした川添さん、千葉、東海大浦安、そして東海大城西大使を採用した洛南は5区3東海大の予約は1区、両体大総裁は2区に登場いたします。どうぞご注目ください。男子 1600m リレー予選1区8チームの出場です。